カツオの特価チャンネルはい今回は、えー、皆さんからの質問にお答えしますはいこんな質問が来てますよ今朝倉選手とのエキビジションが話題となっているメイウェザー選手ですが今のメイウェザー選手と井上直弥選手が試合したらどっちが強いでしょうかこれはもう今だったら井上チャンピオンでしょうね えー、いくらメイウェーザーがすごいと言っても、えー、引退して何年も経つしスピードも落ちてる井上チャンピオンは今のメイウェーザーのスピードでは当たらないと思います井上チャンピオンの動きの方が速くてメイウェーザーはおそらくインンパパクトあるパンチを入れられらないいと思いますねだから井上チャンピオンの方が早く当たるんで一発では倒せなくてもめった打ちしておそらく勝つと思いますよ KO でできるかかかどどうらかかないけども、まあ、今だったら勝つでしょう同じ体格でやるんだったら同じ体格としてやるんだったらもう圧倒的に今だったら井上チャンピオンが強いんじゃないですか現役時代のメインウェザーだったらこれはいい勝負するんじゃないですかね互角かもしれないお互いパンチが当たらなくてアホらしい試合になるかもしれないですけどねそれぐらい今の井上チャンピオンはレベルが上がってますよ。 今のメイウェーザーで体重を合わせるとしたら圧倒的に井上チャンピオンの勝ちでしょうね5ラウンドまでに倒すんじゃないですか同じ体格で同じ体重としたらですよ今引退したメイウェーザーと戦えばね5ラウンド以内に KO すると思いますただ今の体重差のまま、えー、7 0キロぐらいのメイウェーザーと普段の体重の6 3キロぐらいかな井上チャンピオンは普段の体重が。 でやるとしたらこれででも面白いですよねこの現役バリバリの井上チャンピオン今もう本当に怪物モンスター地球のもんじゃないぐらいの見方をされてるそれぐらいの動きを持った井上チャンピオンと7キロぐらいの体重差かなの名誉座とやれば私今だったら井上チャンピオンの方が強いと思いますよ。なぜかというと体重軽い分早く当たるその上パンチ力もあるから何発も当てれば名誉座に当たる。 メイウェザーも打ち返しても速い動きの井上チャンピオンに当たらないと思いますから今だったら体重が今ですよ今の体重のままでも絶対井上チャンピオンの方が強いと思います早く当たる避ける早く当てるそういう意味ではやっぱり現役が一番強いと思いますよ現役のパウンド4パウンド4ナン,バーワンですよ勝てないいくらメイウェザーが5階級制覇過去にですからそれ過去に5階級無敗50戦無敗制覇ですから 今の何年も経つお金にねお金ばっかり感情してるような名産では絶対勝てないです。<music>